前回に引き続き日本の宝富士山の魅力をめぐる旅に出かけます。鶴の湯温泉着いた。到着だね。乾杯。最北の秘境で目にする大自然の楽園、日本が誇る最高の風景、伝統を巡る旅、知床半島。いよいよ御肥神事が始まります。3年ぶりに12体の大松明と扇神輿が共演した今年の那智の扇祭り。